お、え？え、そこにつく。マーチーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、10月に入ってもうすぐハロウィンですねって感じなんですが、こんなコメントをいただきました。マーチーさん、頭なしの騎士の偽物がいっぱい出てますよと。頭なしの騎士ってさ、ヘッドレスホースマンのことだと思うんだよ。これって何かっていうと、ロブロックスの公式から毎年ハロウィンの時期にさ、期間限定で販売される伝説のスキンみたいな、なんかそういうやつなんだよね。お値段なんと3万1000ロバックス。たまにお安く出ることがあるらしいんですが、あのコルブロックスのデススピーカーとかデスウォーカーと並んで高額なスキンになってるんだよね。で、その偽物が出てんの？そうなの？じゃあちょっと見に行かないとね。どんなやつか楽しみですってことで行ってみましょう。今ですね、マーケットプレイスでヘッドレスホースマン調べてみましたが、はいはい、あるね。結構あるね。頭のない機種、なんか、うん、なんか確かにいっぱいあるわ。まあ、ちょっとじゃあ順番につけてみる？なんか怪しげくない？じゃあちょっとつけてみるね。じゃあ行きます。えい、お、おお、おお、お、え？え、そこにつく。マジ？あ、うん？これ、え、これ何アクセサリー？これ、これ頭のアクセサリーやん。あー、肩車形式？へー、え、何これ？こう来る。あ、そう来たか。キャラクターじゃないんだ、アクセサリーなのか。おー、あ、じゃあこれも、え、ど、え、今つけたけどどこ行った？え、あれ、どこ行ったんだろう。なんか頭のアクセサリーだと思うんだけど、なくない？え、なんかつけてもないね、これね。パッと見どこについてるかわかんないみたいな。でも頭のアクセサリーが消えたからどっかにあるんだろうね、わかんないけど。え、これは300ロバックスするよ。ちょっとつけてみますね。ゴー。え、待って、これもさ、なんか試着してる時点でさ、どこについてるかがわかんないじゃん。これは、これも、これも見えないじゃん。ちょっと詳細見てみます。え、なんか試着した時にもしかしたら見えないかもしれないって、買った後にちゃんとインベントリに入ってると思いますとかって言ってるよ。あー、出た。なんかゲーム内とあとインベントリの中ではちゃんと見えるようになりますって。ゲーム内なら見えますっていうこの文句はね、怪しいんですよね。え、これは、こんなんなの？おんぶしてる。え？え、ちっさ？え？ちっさない？え、なんかおんぶ形式のやついっぱいある。これもおんぶだ。これ肩乗りだわ。え、これ欲しい？これ。ちょっと待って、これさ、待って、なんか変なやつあるわ。ヘッドレスとコルブロックスって書いてある。これ買ったらさ、足がデススピーカーみたいになって、手がヘッドレスホースマンみたいになるの？え、ちょっとつけてみますね。ゴー。あー、これ、あ、待って。え、これ怪しいかもしれない。なんか、ここになんか埋め込まれてるみたいになってるけど。え、どういうことこれ？ R6 と R15 の両方で動作します。プロフィールではなくゲーム内でのみ動作します。出た。その下には、コルブロックス頭なし、目に見えない頭、コルブロックス足、ガラスの頭なし、なんとかかんとか、もうなんか、頭なしのってめっちゃ書いてあるわ。うわ、怪しいですね。またあるわ、これ。合わせ技みたいなやつ。これもなんか頭にめり込んでますね。で、またゲーム内で動作するってやつ。おわ、出たわ。ゲーム内のみ、プロフィールでは動作しません。すごい。え、これなんだ、ベーコンバージョンじゃん。ヘッドレスパイレーツなんとかかな。ちょっと試着ゴー。見えないわ。見えんやつしかないわ。むしろ出たわ。 R15 と R6 で動作します、ゲーム内のみ。これはさ、これ一番気になるわ。でも動かんやろうな。これね、断言します。100% 切れないと思う。ゲーム内のみっていうのはね、もう嘘だと考えていい。なんだけど、まあちょっと一回買ってみるか、これ。パッと見さ、これ買ったらこれになれるって思うじゃん。気になっちゃうよね。じゃあまあちょっと買ってみますね、これ。ゴー。だってそもそもアクセサリーだもんな、これ。どこにあんの、これ。なくない？頭らしいよ、しかも。
今 R6 に体変えたんだけど、ね、やっぱどこにあるかわかんないよ。このままゲーム内行ってみます。今ダストリに入ったんですが、やっぱないよね。なくない？詐欺はい、というわけで今回はヘッドレスホースマンの偽物のアクセサリーがいっぱい出てますよということで、ちょっと調査してみました。いかがだったでしょうか。もうもはやね、キャラクターですらない。あとやっぱ買ってもさ、表示されないっていうものがめっちゃあるみたいだね。ちなみに今マーチは先ほど購入したあのベーコンの海賊みたいなアクセサリーつけてますが、どこにも見当たりません。怖いですね。というわけでお気をつけください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。